とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使ってみようと思います。骨のコンボですね。タワーで出ました。これは最強のエンチャントになってるんじゃないかな。虚無、アーティファクトシナジー、リフレッシュ、ダイナモですね。火力抜群です。で、装備を勇者のアーマーのクールダウン3のポーションバリア、これでいこうかなと思うんですよね。で、実際どんな感じなのかっていうと、羽を連射機でずっと連射するじゃないですか。で、攻撃ボタンを押す。そうするとこういうぐらいの攻撃速度なんだよね。キノコなしでもそこそこ使ってはいけます。で、バーストボーストリングがついてるので、敵がいるところだったらもうちょっと、攻撃速度は上がりますね。トンピョン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 ぐらいになるのよね。で、これがクールダウン5だったらすごいことになったんだよね。クールダウン5の輝くローブをつけると、あ、これか、すごい攻撃速度になった。こんな感じで攻撃ができるんだよね。でも、クールダウン5だったらば、ポーションバリアがないし、耐久力がね、ないのよ。これ、結構敵に突っ込んでいくタイプなので、これじゃなくて、やっぱり、クールダウン3の、勇者かな。はい。まあ、とりあえず今日は、これで、やっていきましょう。それではデイリーではないんだけども、ラストステージ行ってみましょうか。ボタンはもう連打をする感じでやっていきますね。で、三角ボタンだけは、自動で連打ですね。あとは、動きが悪くならないためにこんな感じでいこうか。いいね。もうダメージがすごい何千万って出るもんね。ダメージがえぐい。いや、こんなダメージある？あ、そうか、弓で虚無を入れてるんだ。弓虚無を入れてるんで、ダメージがそれだけですんごく出てる。うん。で、ガシガシ倒せるんで、ポーションバリアも常に貼っとけるので、いいね。おお、普通に振って1000万ダメージ。これは強えな。この火力でさらに無限ポーションバリアだからね。あ、これ意外と いいかもしれないけど、なるほどね。ちょっと連打が入ってるからたまにね、空振りする。うん、だけ問題かな。でも手動でもいけるのよ。手動でも全然いけるにはいけるんだけども、やっぱね、連打した方が楽だよ。うん、連打して自分敵のいる方向にただピョン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 跳ねるだけ。そういうその自動化システムっていうのがやっぱりいいわ。よし、オッケー。で、またここ戦いにくいね。ここは戦いにくい。よっしゃ、ま、とりあえずキャプテンは探しながらぼちぼちやっていきましょう。これストーンゴーレムも相当早く倒せるんじゃない？いけ。あー、いや、うーん、あんまりあれだね、クールダウンが発動しなかったからそんな感じか。いや、でも3発か。火力がやっぱ全然違うよ。おう、あー、キャプテンいる。いけ。いや、バッタバッタいけるね。こっちもいけ。ほらー、すげえけど旗取りたい。ちょっと待て、待てよ。OK、 OK、旗を全部取らせて。よし、ナイス。デイリーじゃないけど一応旗を取りたい。
この連射器の切り替えが若干めんどくさい。オッケー、いいかな、いいかな、いい、いいよね。連射器してると、取れないのよね、旗が。それがちょっと面倒ですけども、まあまあまあ、やっていきましょう。ね、連射器を切り替えて、神秘。重力持ってるね。オッケー。では、進みます。あー！何？あ、トゲか！トゲだ！なるほど。ちょっと待て待て。あー、ちょっともう、連射器が、ちょっと待って。連射器はわけわからなくなった。なってるね。よし、オッケー。もう死なないよ。よし、トゲだからマジで注意しないと。あ、やばいやばい。トゲとなんか変更みたいなの来た。よし、神秘。何 HP60% 増加。 OKOKOK、 ちょっと待ってよ、マジでこれ難しいから。連射器が、あ、ちょっと待って、これは今のは攻撃ボタンが連打になったな。ああ、いや、通常攻撃しちゃダメ、ポーションバリア使わないと。いや、重力めんどい。よし、 OK。 とにかくトゲに気をつけていかないと死んじゃうね。ポーションバリアは絶対に入れていくこと。キャプテンいる。よっしゃー、突撃だ。あぶねー。どこだ、なんかジオマンサーいる人。倒した。よし、オッケー、とりあえず、あー、ジオマンサー、あ、そこにいた、そっちにいたのかい。ちょっと待て、旗取りたい、旗取りたい。オッケー、旗を取らせて、オッケーです。ん、いい、これでいいね。よし、では行きましょう。そろそろボスかな、そろそろボスに着くと思います。あぶねー。とにかく時がなんかね、いいやつが多いんで、マジで注意していかないとやられちゃうね。よし、 OK。 ではボスですね、行きましょう。攻撃ボタンがなんとかならないかな。攻撃ボタンがこう連打になってるから、ちょっと変な感じになるんだよね。影のブリューを使って攻撃したい時もちょっとそれができなくなったりとかあって、難しい。まあ手動でするっていうのが一番なんだろうけどね。でも自動がね、やっぱ楽なのよ。ものすげえ楽。いけ、あー、あんまりあれか、発動しねえな、クールダウンが。よし、 OK。 これで動きは安くなった、動きやすくなった。よし、これでいくぞ。いけ、ちょっと待って、俺この弓ってバーストボーストリング入ってない？もしや、もしや、バーストボーストリングがなんか入ってないような気がするぞ。よし、あー、やられた。戻ってきました。あ、いや、バーストボーストリング入ってるな。なんでだろうね。ピョンってしても、弓を撃たなかったんだよな。まあ、なんかそういうちょっとミスみたいなのがあるのかな。はい。まあ、とりあえず、今日はね、これ、最強の骨のコンボをゲットできたので、使ってみました。むちゃくちゃ強いです。うん。まあ、この勇者で使ってもいいんだけども、クールダウン5だったらね、やばいね。クールダウン5だったら、まあ、勇者はこんな感じね。
こんな感じで、ちょっと遅いよね。うん。これでちょっと物足りない感じなんだけども、これがクールダウン5になると、とんでもない動きをしだしますね。これ。やばすぎ。うん。毎回攻撃が何千万っていう感じになるし、これに、パワーポーションか。あれを入れると、相当いくんだよね。パワーポーション出たか？あ、出たね。パワーポーションありで、これ以上3000万、4000万とかが、ポン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 出るんで、いや、強い、強い。まあ、でもね、ちょっと扱いが難しい感じですね。まあ、でも慣れればいいかなと思います。ちょっとこれに、これは慣れたいと思います。はい、というところで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。